ろそろですね。この辺りやった。ここら辺からここやな。ここをね右に入りましてやけど、もう車はここへ止めとこうか。それではね、32号ここに置いてね、配送探検したいと思います。ここはね、途中まで行ったことあります。第二次世界大戦の時になんか亡くなった人の墓とかがここにありました。で、あそこにね、廃墟が見えます。こんな感じで廃墟あります。これね、前にね、動画上げてるんで今回は割愛します。で、こんな感じで道沿いにね、ずーっと田畑があったりして、結構ね、広い集落だったと思います。これかな、ここのことかな。城跡があって縁がある、ここのことかな。なんかここにいろいろこう石垣でね組んでますね。ここにもね、お墓があります。城跡はどこかな。おお、ここもかなり田畑が広がってますね。だんだん畑にね、こう囲まれてます。こんな感じですけども、おっとっと、よし。前はね、ここまで探検したことがあります。そこに階段があって、そこにお墓があります。で、そこにね、橋みたいなのがあって、前来た時はここまで来て、ここにそう神様があって、ここまでやな、ここまで来たんやよ。ここにね、更新さんがあります。お参りね、しときます。で、この更新さんの目の前がこういう風になってるから、おそらくね、どっか隣村とか行く古い道だったんかなって思います。もしくはここら辺が昔の城跡とか、城跡のね、細かい場所っていうかね、詳細はね、どこにも載ってないですよね。なんで調べても載ってない。ここら辺にお茶碗とか瓶がね、かなり散乱してるんですよね。うわ、これはなんかすごい大きな瓶のかけら、何が入ってたんか知らんけど、これがなんか城跡に関係してるんかな。どうなんでしょう、わからん。ここまでね、昔橋かかってたんかな。僕が今日釣りしたいのは
この川です。じゃあここで降りてみるか。さあどの辺が城跡だったんか全然わからんな。これまあ、降りれそうなとこ探してここら辺から降りるか。あ、ここやな、ちょうどいい。ハイソンフィッシングを始める前にこのね、辺りを探索してみようと思います。ひょっとしたらここがその古城跡かもしれんから、昔のね山城の跡やから、その石垣とかそれが残ってるぐらいらしいんですけどね。この辺のことかな、違うか。よし、いや違うかな、ここは畑の跡っぽいね。奥行き深いな。ここじゃないかな。よし、ちょっとよくわからないのでもうこの辺から釣り登っていきますか。ハイソンフィッシング開始。うわ、この道はこうあったみたいだけど危ないですね。ここ行こうか。ここ降りてこの小さなねハイソンのど真ん中を流れるこの川をね釣り登ろうと思います。生命反応なし。いいよ。そこもなし。水があんまりないな。うん、水がなくて釣りにならない。もうちょっと上流へ行くか。このね原村ではねちょっと釣りが難しそうなんで、水がなさすぎてね、このね原村をもうちょっとね奥まで探索してみたいと思います。うまくいけばね、別の集落まで抜けていけると思うんですけどね、ちょっと分かりません、行ったことないんで。それでは行ってみましょう。行けるとこまでレッツゴー。